こんにちは、にじこです。もうね、もうなんか大丈夫ですか皆さん。もう祭り、どんな歌なのってもう気になって気になって、私ももうね、ほらカバーの方は原曲があるから、原曲でどんな風に弾くのかなとかね、こう思いを馳せることはできるんですけど、祭り全然情報ないからどんな歌なんだろうと思ってね。でもなんかもう気になりすぎてね。で編アルバムのね、アルバムとかね、あとほら EP へでもねえよとかね聞いて、へでもねえよってタイトルどうですか、へでもねえよ。まさかバキバキにかっこいい歌想像できないじゃないですか、へでもねえよっていうタイトルからね。もうとかほら調子乗っちゃってとかも、あんなかっこいい曲だと思わないじゃないですか。てかこのタイトルとのギャップがね、風さんはもうちょっと半端ないから、だから今回もやば丸とかね、それでは点とかね、こういうのが結構バキバキにかっこよかったりするのかなと思っちゃったりしてね。祭りもですよ。だってもうあれですよ、風さん自身がほら早く聞かせたいって言ってるじゃないですか。やばいんで早く聞かせたいですって、相当ですよ、相当ですよ。もうね、気になって気になってね、寝つきが悪いなかなか寝られない、もうちょっとで我ながらどうしたんだろうと思うんですけどね。それでね、ちょっともう私今ちょっと1週間の情報立ちっていうのをしていてですね、訳あって、でそれだけにね、じゃあって風さんのまた動画をね、これはいいんですよ、情報じゃないんで、情報じゃないまあそうなんです、いいんですよ。で見てたらね、ほらあれなんだっけ、なんだっけど忘れしちゃった、ミュージカルの風さんがやってるじゃないですか、ララランドちょラが一個足りない、多い、あれのね、カツラかぶってとか、エイミー・ワインハウスのリハブとかね、あれもカツラかぶって胸になんか入れてとか、ちびまる子ちゃんもそうだけど、あとなんだっけネバダのやつとかね、そんなん見てたらね、この人本当にガチでもうプロ中のプロにメイクしてもらったら絶世の美女になるだろうなとかもそんなこと思ったりねうん、いや間違いないでしょう。もう その辺 の女性モデルなんかへでもねえよって感じな、もう絶世の美女になるでしょう。その女性としてね、パリコレ立てるかなぐらいにも思ったりね、うん。でかと思えばタワーレコードだっけ、なんかB にかぶってね行ったら、なんかサインしようとして断られたって、ファンと間違えられたっていう、オーラ全消ししていくからね、時とのち違いというか、なんて言うんでしょうね、そのオーラ消すにしたってよくぞそこまでというね。でかと思えばですよ、へでもねえよ、さっきからへでもねえよばっかり言ってますけども、七変化、私はもう本当あれ見るたびにね、この言葉なくして表情だけであれだけの役柄を演じ分けるって、もう相当の表現者だと思うんですよ、本当に。もう演劇界からだって絶対目つけられてますよね。いや本当すごいんですよ、表情だけで体の動きだけでそれぞれの個性を表すっていうね、うん。でもうなんかいろんなキャラを演じて、もう本当にね、どれもなんかもうすごいかっこいい、もう何なんだろうと思って、そして免許証って漏れないよねっていう、免許証の写真上げてくれたじゃないですか風さん、あの風さん見るとね、ほんまに同じ人ですかと思ってしまうんですよね、うん。でこの写真はあれですよね、ミュージックアワードの時
時のね、受賞の時の風さんですけども、こんなね、なんすかこのなんて言うんでしょう、このあのギャル風なギャル風みたいですけどね、これね、どんな風さんにもなりますよね、本当に。なんかね、そんなこと思いながら昨日動画をいろいろ見てたらね、3時半まで起きてましたね、私ね、夜中もう我ながらちょっとおかしい、うん、でもそうなっちゃうんですよ、もうね。そう、そしたらあのスタンド FM の方にね、あのレターをもらったんですけど、あの祭り楽しみですねって。でご存知かもしれないですが、カバーアルバムの1曲目のサニーは最近ソラさんも動画出されてましたねっていうことでね、見てみたらありましたね、素敵でしたね、もう。そしてあのジャスト・ザ・トゥ・オブ・アスもあのソラさん弾いてるんですよね、これが全然風さんと違って、もうなんと言うんでしょう、ムーディーでこうなんていうの、あれエレピアのなんていうの、こう音がまた心地よくてね、うん、本当に風さんもソラさんもすごいミュージシャンですねって、本当ですよ。もうちょっとね、あのソラさんで私は心落ち着けてました、先ほどまで本当に落ち着くんですよ、聞き入っちゃってね。なんかもうあのソラさんも耳に心地いいんですよね、あのピアノがね、うん、はい、という藤井兄弟を藤井兄弟に振り回された私でございますみたいな勝手に振り回ってるんですけどね。いやー、まあでもね、でも ね寝れなかったけど元気なんですよねこれがまたね。でもとにかくもう楽しみでね、まあ、で23日、まあ、フライングゲットで22日、でもその前に19日にね、あのとりあえずあの、まあ、再放送ではありますけれども、あのね VIP スペシャル TV 過去特番アンコール放送、これあのミュージックアワードですよね、うん、楽しみです。そのミュージックアワードを見た時の私の配信もちょっとよかったら貼っときますので、まあそんなんいらんかもしれませんが、うん、どうしようとりあえずでもね、私は今日はやらなくちゃいけないことがあるので、あのちょっとね、あのもうイヤホンでエンドレスで、あえてカバーを聞きながらちょっと黙々とあのやることやろうと思います。はい、ということでね、皆様、なんかもうわけのわからない今回の配信でしたけどはい、すいません、ありがとうございました。ではまた。